はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵にカゴメ、糖質 50% オフ、低カロリー、野菜1日これ1本、ライト、この野菜ジュースをですね混ぜて飲んでみました。申し訳程度の 50% オフなんですが、少しはねダイエットになればいいかなと思っております。味はですね、人参の味があるかなと思います。甘さ控えめって書いてある通り、甘さはほとんどなくて、ものすごい美味しくて飲みやすいかと言われれば、まあそうではないんだろうと。ただ健康に良さそうな野菜ジュースでした。香りはですね、香りも野菜ジュース独特の人参の香りですかね、まあ、健康に寄与してくれるんだろうと信じています。信じることから始まりますからね。生卵10個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、ゆる子の皆さんは絶対に真似をしないでください。まあ、なんだかんだですね、この企画を始めてもう870日目ぐらいですか、かなりやってきたなと。まあ870日目っていうのも正確な日数はよくわからないんですが、実際にはもうちょっと多いと思うんですけれども、まあ一応870日目ということになっております。でですね、実際に私が野菜を食べることって1ヶ月に1回か2回ぐらいしかないんですよね。野菜全く食べないんですよ。で、野菜全く食べない自分が怖くて、たまに思い出したようにブロッコリーとかもやしとかを食べたりするんですが、基本的に野菜は食べないんですね。まあにもかかわらず、基本的に毎日健康に元気に明るく生きておりますので、野菜ってあんまり食べなくていいんじゃないですかね。時々堀江さんが野菜は食べなくてもそんなに問題ないんだみたいなことを言われていましたが、栄養的には生卵にはビタミン C と食物繊維以外の全ての栄養が含まれているわけでして、ということは生卵10個と、まあ、ビタミン C と食物繊維で、まあ、基本的な栄養は網羅できていると言えると思うんです。それと最近全くやってませんが、毎日食レポをですね、毎日違う食べ物を食べることで、まあ、栄養の偏りを防ぐことができるという意味においてはこの企画は完璧ですし、まあ、野菜の話なんですが、まあ、野菜ってどうなんでしょう、食べなくていいんですかね。まあ、ビタミン C に関しては問題ないと思います。サプリメントで野菜からしかビタミン C がを摂取できないっていうことは多分ないと思います。あの野菜本当に食べないので、でも肌ツヤとかそのビタミン C が欠乏してるなんてこともないので、そこは大丈夫だと思います。大切なのは食物繊維かもしれませんね。一応食物繊維サプリメントも飲んでますが、野菜ってやっぱりこう食物繊維があって、それを飲むことで便通がね良くなるという話もあるんですよ。現代の科学ってまだ不完全なものですよね。まあ、ちょっと前までは炭水化物抜きダイエットは危険だとかって言われてましたけど、もう一般化してますし、私が子供の頃はよくおばあちゃんとかに卵は1日1個までよとかってよく言われてたんですね。でも実際には2個か3個ぐらいまでなら全然大丈夫っていう最新のデータもありますし、まあ、実際に私は毎日10個飲んでて800日以上やってますが、特に問題はないどころかちょっと太ってますから、栄養も生卵であったとしても栄養摂取できてるんだろうと思うんですよ。動画編集しながらよくお菓子を食べてるので、まあこっちの方が肥満の原因になってるような気もしますけれどもね。まあわからないことだらけですよね。栄養とか医学っていうのは多分10年後20年後にはまたいろんな新しい理論が出てくるんだろうと思うので、やっぱり自分の体とね相談しながら手探りでいろんなものを食べて飲んで、まあ、人生をエンジョイしていこうかなと思っております。はい、ということで現場から以上です。